始め。この赤コーナーのラプシュの方ですね、うん、これはもう完全自作、自分たちでフレームから作ってます。一から材料を集めて作ったロボットなわけですね、はい、です神戸の科学技術高校、うん、もうね、まあ、ロボット技術を部活でやってるということですね。動きが素早いですね。軽いですからね。軽いです。軽いから体が動きやすい。片や青コーナーのガルーの方はですね、市販のロボットをだいぶ改造しています。そうなんですね。青は夫婦で培った、ちょっとねやっぱり重いんですけど、その分ねしっかりしてるっていうのがあるんですよね、うん、安定感がありますね。両手ついてブレイクします。これは絡んだ。いよいよワン立ち上がって、はい、こちらも倒れましたけれども、これはこれはもう両者絡んでスリップし倒れちゃった場合は両者スリップダウン、はい、両者スリップ有効なポイントではないです。有効なポイントで3つ重ねるか10カウントノックアウトにするか、はい、どちらかということですね、はい。まあ、ルールは簡単です。先ほど羽賀さんの説明があった通りですね、おおいいパンチダウン。あ、両者今の後で青、はい、赤倒れたのでスリップです。はい、はい、今の熊谷さん分かんなかったでしょ。スリップですよ、はい、これは今のは赤のパンチが決まってレフリーダウンとコールしたんですけども、自分も倒れ込んでしまったので両者絡んだ扱い、両者スリップダウンで取り消されました。そうなんですね。あのね、はい、ロボットやっぱ倒れちゃダメでしょっていうのがあるんですよ。青スリップですワン。あの、はい、やっぱりロボット、まあ、私たちも普段ロボット作ってますけど、あの倒れ込むということは人に危害を加えちゃう可能性がある。だから倒れるという行為に対してはいろいろ厳しいんですよ。そういうことなんですね、はい、倒れちゃったら人を巻き込んじゃったら大変じゃないですか。です、はい、ロボットはね一番やっちゃいけないのは人に危害を加えることですから。ダウンにはいろんな規定がある。おわあ入った、ダウン赤ワンダウンです。ワン、あ、回転蹴りが決まった。さあ、はい、今のはどうでしょう。はい、審判も認めたようですね、はい、おわし返した。これはどうでしょう。返しましたね。赤コーナー、はい、立ち上がりからいきます。ワン、大きな成功となります。おスリーフォー、動かなくなってしまいましたか。え、頑張れ、立ち上がれ、立ち上がれ。タイム、あ、赤ツーダウン、赤ツーダウンで、はい、タイムです。はい、これはですね17秒ですね、約17秒です、赤ツーダウン、青ワンダウンから再開します。はい、さあこれは攻めないとですよね。赤はまあ明確に、そうですよね、うん、さあいかに、あ、ただポイント、あ、入ってない、スリップ入ってない。おー、2スリー、はい、やめ、やめ、タイムアップ、やめ、赤2ダウン、勝者青コーナー、勝者青コーナーガルー、おめでとうございます。